抽選、まあシーズン1位ということで、まあ少しちょっと意識しすぎて、自分の走りがうまくできない、そんな一面があったんですけども、まあシリーズ男子とね、シリーズの男子を取ることができました。まあ皆さんのね、チームとかスタッフの助けがあって、まあ取れたのかなというところで、みんなに感謝したい気持ちです。ファイヤシリーズチャンピオン、最後のエキシビジョンは優勝という形で、最高の形で終われたので、来年のスタートとしてはやっぱりスタートダッシュを決めて、常に、どういったイベント、どんな大会でももう優勝できるように、全力ベストを尽くして、頑張っていきたいと思います。皆さん、来年も応援の方よろしくお願いします。